超絶釣りがかり。どうしても有名なんですよ。サイズは結構まだ小さくて25センチぐらい。もう顔と体は一丁前にブリですね。3匹分の刺身の切り身と
あら、これはあら汁用。お、それは？いくよ。今日のブリコさん。素晴らしい。あ、ちょっと中骨取っとくか。OK。アジだったらそのまま食ってたけどね。お、この綺麗。これはちょっとブリっぽい。うんうん、なんか光り輝いてる。3匹いると結構な数あった。結構あるね。うん、一匹一匹は小さいけども。ね。生姜を。はい。生姜を入れる。すりおろし、おろし生姜ですね。今生姜なかったら買ってきた。うん。醤油。どんぐらいかな。ストップ。No、あとなんだ、みりんだっけ。お、それはすぐだ。ちょっとみりんがないからお砂糖で代用しようか、はい、こんな感じ。うん、あら汁さん、うまい。ぶり丼ができました。これは美味しそうですね。とても美味しいです。去年の若しの時もやったよね。やった。結局この丼が一番うまかった気がする。漬け丼が、うん、油が乗ってないからさ、まだ、うんうん、うま、激うまです。